私の仲間たちなんですね。っていうのは僕はそういうブレーンというかな、まあその恩義じゃないんだけれども、その放送関係の作家でやっぱそういう研究してる僕の仲間がいるんですよ。あとアメリカ人とかそのバリの人間でいるんですけど、たまたまいろんな研究するんですね。その私の友達なんだっけ、中山っていうんだけど、こいつはそういうものを書く割にさ、会ったことがない会ったことがないって言うんですよ。で聞いてみれば結構合ってるんですよ、ちゃんと。そいつはね、それで学生時代に映画研究会で作ったんですよ、大阪の大学なんですがね。で映画研究会作った時に、当時は今ではビデオがない時代で、8ミリカメラとかさ、それはお金があれば16ミリですよね。で使って撮るんで、新型のカメラが出たからこれ試そうっていうことになったんですよね。でどこでやろうかといろいろ考えたんだけど、映像を考えた場合に普通のとこ撮ってもつまんないから、そのもう電車が全然走んなくなった、要するに列車が走らない、あの要するにまあ終電が終わった後ですよのトンネル、そこで撮らないかって話になった。でも3日であれいけませんわね。だって鉄道の線路でしょ、そんな撮っちゃいけないんだ写真なんかね、あんなとこなんか入ってっちゃう。それを一応やったら見張りをやってさ、何人かで行ってろうそくの火を起こして、っていうのはそのカメラはろうそくの火でも釣れるって言うんですよ。だったらろうそくの明かり撮ってみようじゃないかと。それで女の子一人連れてって白いこうドレス着させて、そのトンネルね、レールが敷いてあるトンネルを走らせて、それをカメラでこう追ったわけですよ、幻想的なシーンを。でこれを学園祭でもって放送しようと、要するに上映しようという話になったんだな。で出来上がったの。それでその一応まあ部長になる人いるわけだ、同好会だけど。でその人がこう編集をやったらだ、フィルムだからって言わなきゃなって、その時会話ながらね、あ、カジノ失敗しちゃったな、これ染み出ちゃったよ、染みがーって、染みですかって、ダメだ、お前右下に染み出ちゃったな、これなんだろうな、これあったーって。でも今更もうしょうがない、続かってる画面だからね、その染み消すわけいかないし、そうだな、これなんかしようか、まあいいじゃないですかね、一応大きく映してみて、でおかしければどうにかすりゃいいことだし、いや続かってんだから、なんですかねその人って、わかんないんだよねっつって、一応出来上がった。で出来上がって映してみた、ふとみんなが驚いたのね。おい、子供がどうしていんの、画面の右下の染みだと思ったら子供だったんですよ。子供がね、背中を向けて立ってるんですよ、向こうに。おかしいぞお前、人来たらね、絶対に撮ってる最中だから、すいません、どいてくださいぐらい言うじゃないですか。ねえ。で、大体そんな真夜中よ。子供がいること自体おかしいでしょ、そんなトンネルがあるような、街がない場所でもって。この子どっから来たんだろうな、そうだよな、こんな時間にどっから来たんだな、この子。で、誰も気がつかないと誰もいない。そのうちに一人が、すいませんけどこれ、幽霊と違いますか、なんで、炎は揺れてるし、女の子走ってるのに、この手前にいる子だけ動かないじゃないですか。こんな打ち方でできませんよ、普通じゃ。これ、幽霊つちゃいます？おい、そっか、これ幽霊かな、見てないしな。ほいで、幽霊だ、幽霊だって話で広まったわけですよ。面白かった、学園祭でも結構受けたの、この映像がね。そしたら、よその学校でも貸してくれないかってした。その幽霊見たいから。で、よって貸したわけですよ。ほいで帰ってくると、怖え、あの横顔が怖かったなってなって。怖え、みんな怖いって。怖かったって。で、また他が貸してくれた。そしたら、返してきた時に、すごいですよね、このね、こっち見てる目すっげえ気持ち悪いですよね、ってなって。わあ、みんな怖がるけどなと思った時に、そんな、え？おかしいですよね。何が？横顔映ってたでしょ？うん。確かあれ、後ろ向きじゃなかったですかね？で、みんなが、うん。後ろ向きだよ。だけどみんな横が怖かったって言ってますよ。言ってるよな。で、どこどこで貸した時は、こっち見てる目が怖いって言ったよね。言ったよな。嘘だ。あれ背中向けてるんだよ、絶対に。見てみるか。気持ち悪くてやってみるか。映したの。そしたら、見てる方にかなり顔が曲がってなかった。こんなわけないよ。俺たちが見た時には、背中を向けたのに、今改めて撮ったらば、顔ももっとこっち見てなかって。その瞬間に部長が、これやめよう。これやめよう。こいつ、時間とともにこっち向いてきてんだよ、だん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 顔が。これは完全にこっち向いたら、何か起きるような気がしねえか。そうですよね。顔見ちゃったら何か起きるよな。見ちゃいけない顔かもしれない。って、完全にテープであってね。そのまま大学に今置いてあるそうですよ。